お前幼馴染の意味知ってるか？そう、つまり実の兄弟もまた幼馴染。幼馴染とオタク友達と実米は全て共存可能なのだよ。へりくつの極み。へりくつじゃないです。語彙の拡大解釈です。案の定ヒロインと一緒にいたのはヒロインの兄。ヒロインとキスしてる。うわ、これは神作認定せざるを得ない。バカ野郎、実の兄弟だからいいんじゃねえか。